ナッシングフォン、2A とピクセル7へ、どっちがおすすめなんだ？喧嘩のやり方教えてやるぜ。電子レンジマンの動画。カワバンガ、積んだもんなのだ。四国めたんですが。先日購入したナッシングフォン、2A。白い本体かつ黒背景で撮影した結果、切り抜きがかなり滑らかだわ。そいつを検討するにあたって比較対象になる機種といえばピクセル 7A だよね。 UQ や Y モバイルでも5万円台とかで買えるのだ。なんなら塗り替えなら2万円台で買えちゃうからね。ナッシングフォン 2A はメモリ 12GB でストレージ 256GB モデルが5万5800円だけど、さらにメモリ 8GB、ストレージ 128GB モデルは4万9800円で買えるということで、マーカ価格帯もそれぞれ近いのだ。ということで今回はこいつらの使用感を比較し、どちらがおすすめか僕の見解をまとめるのだ。それではよろしく頼む。電子レンジマンの動画。というわけでまずはサイズ感とかデザインについて。こいつら実はサイズが結構違うのだ。割とサイズやデザインの時点でどっちを選びたいかは人によってはっきり分かれそうよね。ピクセル 7A は画面サイズが 6.1 インチなんだけど、ナッシングフォン 2A は 6.7 インチ。画面の大きさが違うこともあり、割とナッシングフォン 2A はごついのだ。ただし重量はピクセル 7A が 193.5g で、ナッシングフォン 2A は 190g よ。重量はピクセル 7A の方が重いんだけど、持ちやすさについてはピクセル 7A の方が上な印象なのだ。まあでかい分画面も大きくて、動画とかゲームとかをより見やすいのはナッシングフォン 2A の良いところだね。画面リフレッシュレートも 120Hz だから、ピクセル 7A の 90Hz より滑らかさが上。まあそんなに体感で違いないけどね。画面の綺麗さについてはどっちも問題ない印象。スピーカーもどっちも十分な音質だと思うわ。背面のデザインについてはまあお好みでって感じね。ここは方向性が全然違うので本当に好みで選んでくれという感じなのだ。ナッシングフォン 2A なら裏にライトもあるのだ。裏を上にしておかないと見えないという問題はあるが、カメラについては後ほど作例を比較するけど、レンズの位置はピクセル 7A の方が良いのだ。ナッシングフォン 2A は油断すると指がレンズにかぶってしまうのだ。ピクセル 7A でもまあ油断すると同様の問題は起こるけどね。そういえばどっちもイヤホンジャックはないので注意してくれよな。続いて挙動についてだけど、アンツツベンチマークテスト結果はナッシングフォン 2A よりピクセル 7A の方がだいぶ上なのだ。だけど通常利用時の動作についてはどっちもそんなに変わらない印象があるわ。なんならプリコネなんかはナッシングフォン 2A の方がサクサクな気もするのだ。前回のレビューでは標準画質が低いという話をしたけど、実際ナッシングフォン 2A って原神最高画質でもそれなりに動いてはいたよ。ラム拡張を 8GB に設定した状態では高とか最高でも割と動いてはいたわね。ただし僕は原神序盤で止まってるので、もっと進んだところだと画質上げてたら厳しい可能性は大いにあるのだ。印象としてはピクセル 7A よりナッシングフォン2A の方がゲーム性能的な部分はマシな気がしなくもないけど、そもそもゲームする前提ならスナップドラゴンの最新ハイエンドチップ搭載の機種を選んだ方が良いのだ。そりゃそうか。あと細かい部分としては指紋センサーの位置は絶対ピクセル 7A の方が良いのだ。ナッシングフォン 2A は位置が下に寄りすぎてて正直センサーをタッチしづらいのだ。これ地味にでかいポイントよね。あと保護フィルムやケースの入手のしやすさも、おそらくキャリアとかで取り扱ってるピクセル 7A の方が上だよ。ナッシングフォン 2A は地方の郊外の家電量販店とかでは保護ガラスとか売ってないでしょうからね。ただしナッシングフォン 2A は保護フィルムは購入時点で貼り付け済み。またホーム画面はナッシングフォン 2A の方がいろいろカスタマイズできていいね。独自の状態だとアプリアイコン見づらい弱点はあるけど、ホーム画面の設定のところでデフォルトにすれば普通に見やすくなるのだ。ピクセル 7A はホーム画面のカスタマイズ性低いし、他社のランチャーアプリ入れるとピクセルって挙動怪しくなるので、その辺の利便性はナッシングフォン 2A が強いね。なるほど。電子レンジマンの動画。というわけで撮影した写真とか動画を比較してみるのだ。前回の動画でもちょっと比較したけど、その時点でピクセル 7A の方が良かったけどもね。まあ他の写真とかだと状況違うかもしれないからね。まずこの微妙な天気の川でも比較してみるか。指がかぶってる部分は気にしないでくれ。今はさらばと言わせないでくれ。やっぱり色味の違いがすごいわね。この写真についてはピクセル 7A の方が濃いめの味付けになってるわね。ここまで違うことある？ってくらい調整が違うのだ。パソコンの大画面で 100% 表示でも比べてみたんだけど、その時の印象としては細かい部分まで描写できてるのはピクセル 7A という印象だったのだ。2倍ズームの写真も見比べてみようか。これもピクセル 7A の方が良いというか、ナッシングフォン 2A は白くなりすぎでない？
まあピクセル 7A もちょっと色濃くしすぎじゃないか疑惑は感じてきたんだけど、写りはこっちのが良い印象。最大倍率のズーム時の写真はマジで雲泥の差があるのだ。これはすごいわ。そしてこういった写真も撮ったんだけど、ちょっと位置がずれすぎたね。ただ見比べた印象としてはピクセル 7A の方が花びらとかの細かい部分を緻密に表現できてると思ったわ。そして料理写真の比較だけど、これは個人的にはナッシンムフォン 2A が好きかな。店の中の明るさの感じはピクセル 7A の方が正しいけどね。確かに。そして悲しいお知らせなんだけど、夜景の比較はできてないのだ。なぜに？する前にナッシンムフォン 2A を売却してしまったのだ。やってから売れよ。なんとなく出品してみたら5分くらいで売れちゃって、というわけで仕方ないので何枚かの残っているナッシンムフォン 2A 単体の作例を見せつつ動画の比較でもしようか。まあなんというか本当に普通のミドルスペックのスマホって感じの写りだと思うのだ。個人的には晴天時の空の色が不自然であんまり好きじゃないかも。そしてもう作例のストックがないようだが、シャッター音がうるさすぎるからカメラ使える場所自体があまりにも限られたのだ。というわけで動画でも見てみようか。ちなみに動画の録画開始の音とかもそれなりにうるさいよ。画面録画の開始音とかもやかましいからね。マー動画についてもピクセル 7A の方が綺麗に撮れる印象なのだ。映像が色鮮やかで鮮明な感じがする。ナッシンムフォン 2A は光の映り込みがきつい気がするね。雑音もナッシンムフォン 2A の方がきつい気がするわ。価格が同程度と考えるとマーカメラ重視なら絶対ピクセル 7A だと思うのだ。それは間違いない。電子レンジマンの動画というわけでナッシンムフォン 2A とピクセル 7A の比較だったけども、結局ピクセル 7A とナッシンムフォン 2A はどっちがおすすめ？ピクセル 7A かな。まあそうか。ピクセル 7A って尖った端末ではないんだけど、その分全体的に使い勝手が良いと思うんだよね。カメラは綺麗だし、サイズ感もちょっと重いくらいで問題ないし、それなりに高級感もあるしと。ナッシンムフォン 2A は裏が光るとか変わった音、背面デザインなどの個性はあるんだけど、シャッター音がやかましいとか指紋センサーの位置が悪いとか、ちょっと人を選びそうな大きなサイズ感とか、あとあらゆる方向に波って感じのカメラとか、使ってて快適さがいまいちな気がするんだよね。シャッターオンはアップデートで解消されるっぽいけど、ピクセル 7A 代わりと静かなのに対して体感でその5倍以上は大きいからね。もしもこの2機種で迷ってるなら、基本的にはピクセル 7A を選んでおけば間違いないのだ。デザインとかサイズ感に大きな魅力を感じるのであれば、マーナッシングフォン 2A でもいいかな。正直デザインなんかはすぐ飽きると思うし、よほど気に入ったのでなければ進めませんけどもね。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案とか動画内容へのコメントもお気軽にどうぞ。ブログや SNS 等もあるので、興味ある人は概要欄からチェックしてね。ではまた見てくれよな。